おはようございます。漫画家の山花紀之と申します。1980年、90年、2000年代に集英社のヤングジャンプとかビジネスジャンプなどで漫画を描いていたものです。よろしくお願いいたします。先週上げた動画から1週間が経ってしまいました。何をしていたかというと、ずっと漫画を描いていたんですよ。僕はですね、今商業誌とは仕事をしていなくて、個人でピクシブとか投稿サイトにですね、漫画を発信して、で、ファンの方から直接お金をいただくという形で漫画を描いているんですね。だから、商業誌で描いてる漫画家さんよりは、自由に動けるし、こういう発言なども自由にできるんですね。とはいえ、やはりファンの方との約束があって、そこで約束の中で、漫画を描いているので、やっぱり締め切りっていうのが僕にもあってですね、その締め切りに追われてしまうと、どうしてもこういう動画を撮る時間なんかを確保できなくなっちゃうんですね。前回の動画でも、このセクシー田中さんの話、芦原先生の自身についてですね、取り上げて話させていただいて、そして皆さんからコメントをお願いしますということで呼びかけたんですけれども、たくさんのコメントをいただいて本当にありがとうございます。一つ一つちゃんと読ませていただいています。返信とかね、できなかったり、ちょっと「いいね」が押しづらいね、コメントもあったりしてですね、きめの細かいフォローができなくて本当に申し訳ないなと思っています。で、すごくね、いい意見があったり、やっぱりその小学館のコメントに関しても謝罪がないじゃないかっていうふうに悲しんでいらっしゃる方とか、SNS 上でたくさんの人間に一斉にバッシングされることは、芦原先生にしても相沢先生にしても個人が対応できるレベルを超えていたのではないかと思いますとかね、京アニの事件にも重ねて、アーティストが自分の作品を守りたくて、そして守れないっていうのはすごく残念だし、自分自身のなんか大切なものを傷つけられたような、そんな気持ちになるんですっていう方もいらっしゃいましたしね。たくさんの意見をいただいて本当にありがとうございました。昨日、日本テレビがですね、ドラマ制作部門から独立した社内特別調査チームを設置することにしたっていうふうに、発表しましたね。世の中がこれだけ、皆さん、ざわついている中でね、一番ど真ん中にいた日本テレビ、しかも報道機関であるテレビ局が無視してるっていうのは、ちょっと無理がありましたよね。ようやく重い腰を上げたのかなっていう感じはしています。できれば、小学館と日本テレビの間にあったやり取りのメールなども全部くまなくチェックしてですね、全て詳細に出していただけたらなとは思いますね。今日動画を回したのはですね、漫画家という立場から芦原先生に一体何が起こっていたのかっていうことを、こういう心理状態になっていたんじゃないかっていうことを、皆さんと共有したくて、ちょっと動画を回してみようかなと思っています。で、僕が思っているのは、原作がハイジャックされていたんじゃないかって、つまりその作品そのものの操縦桿を、先生自身が握っていた操縦桿をテレビ局に握られてしまったんじゃないか、着地点を先生自身が決めることができない状態になって、そこにものすごいストレスと葛藤があって、自分ご自身で脚本を書くっていう事態、非常事態になってしまったんじゃないかっていうことですね。そこを検証したいと思います。今から僕がしゃべることは、脚本家さんやそのプロデューサーさんを責めるものではなく、あくまでも漫画家として芦原先生のポジションに立って、どういう心理状態になっていったのかっていうことを皆さんと考えたいという趣旨の動画です。だから、やっぱり脚本家が悪いんじゃないかとか、やっぱりプロデューサーが悪いんじゃないか、そういう動画ではないことをまずあらかじめご了承いただきながら、この動画を見ていただければと思います。まず、芦原先生のブログを一度、長い長文なんですけれども、一度皆さんと読み返してみましょう。あそこに芦原先生の、思いの全てが詰まっていると思うのでね、すごく長い時間をかけて推敲を重ねて発信されたブログですので、
ぱりね、あれをね、もう一度皆さんと共有したいんですよね。ちょっと長いですけど読みますね。ドラマセクシー田中さんについて、2024年1月26日14時31分。ドラマセクシー田中さんをご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。いろいろと悩んだのですが、今回のドラマ化で私が9話、10話の脚本を書かざるを得ないと判断するに至った経緯や事情をきちんとお伝えした方が良いのではと思い至りました。この文章を書くにあたって、私と小学館で改めて時系列に沿って事実関係を再確認し、文章の内容も小学館と確認して書いています。ただ私たちはドラマの放送が終了するまで脚本家さんと一度もお会いすることはありませんでしたし、監督さんや演出の方などドラマ制作のスタッフの皆様ともドラマの内容について直接お話しさせていただく機会はありませんでした。ですからこの文章の内容は私たちの側で起こった事実ということになります。セクシー田中さんは一見奇抜なタイトルのふざけたラブコメ漫画に見えますが、自己肯定感の低さゆえ生きづらさを抱える人たちに優しく強く寄り添えるような作品にしたいという思いが強くあり、ベリーダンスに携わる方々の思いにも共鳴しながら担当編集と共に大切に描いてきた漫画です。ドラマ化のお話をいただき、当初の数話のプロットや脚本をチェックさせていただきながら、最終的に私が10月のドラマ化に同意させていただいたのは6月上旬でした。セクシー田中さんは連載途中で未完の作品であり、また漫画の結末を定めていない作品であることと、当初の数話のプロットや脚本をチェックさせていただいた結果として、僭越ではありましたが、ドラマ化にあたってドラマ化するなら必ず漫画に忠実に、漫画に忠実でない場合はしっかりと過失修正させていただく。漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならない。ドラマオリジナルの終盤も、まだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ばさないよう、原作者があらすじからセリフまで用意する。原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたいので、ドラマオリジナル部分については、原作者が用意したものをそのまま脚本化していただける方を想定していただく必要や、場合によっては原作者が脚本を過失する可能性もある。これらを条件とさせていただき、小学館から日本テレビさんに伝えていただきました。また、これらの条件は脚本家さんや監督さんなどドラマ制作スタッフの皆様に対して大変失礼な条件だということは理解していましたので、この条件で本当に良いかということを小学館を通じて日本テレビさんに何度も確認させていただいた後でスタートしたのが今回のドラマ化です。ところが毎回漫画を大きく改変したプロットや脚本が提出されていました。漫画であえてセオリーを外して描いた展開をよくある王道の展開に変えられてしまう。個性の強いキャラクター、特にあかり、小西、慎吾は原作から大きくかけ離れた別人のようなキャラクターに変更される。性被害未遂、アフターピル、男性の生きづらさ、小西と慎吾の長い対話等、私が漫画セクシー田中さんという作品の核として大切に描いたシーンは大幅にカットや削除されまともに描かれておらず、その理由を伺っても納得のいくお返事はいただけないといったところが大きなところですが、他にも細かなところはたくさんありました。枠にはまったキャラクターに変えないでいただきたい。私が書いたセクシー田中さんという作品の個性を消されてしまうなら、私はドラマ化を今からでもやめたいぐらいだと何度も訴え、どうして変更していただきたくないのかということも丁寧にご説明し、粘って過失修正し、やっとの思いでほぼ原作通りの一
1話から7話の脚本の完成にこぎつけましたが、脚本家さん、監督さんといったドラマ制作スタッフの皆様と私たちをつなぐ窓口はプロデューサーの方々のみでしたから、プロデューサーの方々が当初ドラマ化の条件として小学館から日本テレビさんに伝えていただいた内容を、どのように漫画家さんや監督さん、ドラマ制作スタッフの皆様に伝えていらっしゃったのか、残念ですが私たちには知る術はなく、当初お伝えしたドラマ化の条件はどうなってしまったのだろうという疑問を常に抱えた状態での過失修正の繰り返しとなって、その頃には私も相当疲弊していました。そして私があらすじセリフを準備する中盤のドラマオリジナル展開は8話から10話となりましたが、ここでも当初の条件は守られず、私が準備したものを大幅に改変した脚本が8話から10話まとめて提出されました。特に9話、10話の改変された脚本はベリーダンスの表現も間違いが多く、ベリーダンスの監修の方とも連携が取れていないことが手に取るように分かりましたので、当初の約束通り、とにかく一度原作者が用意したあらすじセリフをそのまま脚本に落としていただきたい。足りない箇所、変更箇所、意見はもちろん伺うので、脚本として改変された形ではなく別途相談していただきたいといったことを小学館から日本テレビさんへ申し入れをしていただきましたが、その後も大幅な改変がされたプロットや脚本が提出され、それを小学館サイドが当初の約束通りにと日本テレビさんにお戻しするという作業が数回繰り返されたと聞いています。最終的に日本テレビのチーフプロデューサーの方から一度そのまま書くようにとの指示が出たとも伺っていましたが、状況は変わらぬまま4週間が過ぎてしまいました。ドラマの制作スケジュールのリミットもどんどん迫っていましたので、本当はドラマオリジナルとなる8話から10話全ての脚本を拝見してオリジナル部分全体で過失修正をさせていただきたかったのですが、8話だけなんとか改編前の内容に修正させていただいて日本テレビさんにお渡しすることになってしまいました。9話、10話に関する小学館と日本テレビさんのやり取りを伺い、時間的にも限界を感じましたので、小学館を通じて9話10話については当初の条件としてお伝えしていた通り、原作者が用意したものをそのまま脚本化していただける方に交代していただきたいと正式に小学館を通じてお願いしました。結果として日本テレビさんから8話までの脚本を執筆された方は9話10話の脚本には関わらないと伺った上で、9話10話の脚本はプロデューサーの方々のご要望を取り入れつつ私が書かせていただき、脚本として成立するよう日本テレビさんと専門家の方とで内容を整えていただくという解決策となりました。なんとか皆さんにご満足いただける9話10話の脚本にしたかったのですが、素人の私が見よう見まねで書かせていただいたので、私の力不足が露呈する形となり反省しきりです。漫画セクシー田中さんの原稿の締め切りとも重なり、相当短い時間で脚本を執筆しなければならない状況となり、遂行を重ねられなかったことも悔いています。9話10話の脚本にご不満を持たれた方もいらっしゃるかと思います。どのような判断がベストだったのか今も正直正解が分からずにいますが、改めて心よりお詫び申し上げます。最後となりましたが、素敵なドラマ作品にしていただいた素晴らしいキャストの皆さんや、ドラマの制作スタッフの皆様と、セクシー田中さんの漫画とドラマを愛してくださった読者と視聴者の皆様に深く感謝いたします。2024年1月26日、芦原ひな子。こちらのブログ、10年も放置してしまったため、1日の訪問者数がすでに1桁でして、なので今回、X、旧 Twitter 新規アカウントを作って、
同時にご報告させていただいてます。芦原ひな子ということです。すごく長い文章です。序列が回っていなくて大変失礼いたしました。改めて大変だったんだろうなと思いますね。セクシー田中さんは連載途中で未完の作品であり、また漫画の結末を定めていない作品であることですね。これがすごく大きなことだったんじゃないかなと思うんですよね。漫画が完結していない以上、ドラマなりの結末を設定しなければならない、ドラマオリジナルの終盤もまだまだ未完の漫画のこれからに影響を及ぼさないよう、原作者があらすじからセリフまで用意する。原作者が用意したものは原則変更しないでいただきたい。芦原先生の中で何が起こっていたかっていうことなんですけれども、このドラマの漫画の漫画原作漫画そのものがまだ結末が決まっていなかったっていうことですよね。でそこに対してそれでもドラマにしたいっていう、その日本テレビからの要望があった。だから私のまだ完結していないんです、だから結末は私が決めたいんです、自分の作品をまだ決まってない、どうやってこれを着地させようかっていう時に、いうことを聞いてくれない制作側からのプロットや脚本が降りてきて、自分が直していく。だけれども漫画の制作の時間スケジュールもちゃんと確保しなければならない、漫画のストーリーも考えなければならない、そして直しもしなければならない。ここで随分追い詰められていきますよね。でそのドラマの最後の8話から10話の、大事なそのプロットと脚本が全然違うものが送れられてきた時に、これはまずいぞって思うじゃないですか。何がまずいぞって思うかというと、このセクシー田中さんという作品の最後を、まあ、ドラマ版とはいえ最後を制作、ドラマ制作側に主導権を取られてしまったっていうことなんですよね。自分が意見を言っても反映して返ってこない、意見を言っても全然違うものが返ってくるっていう現状に、ここで芦原先生としてはこれはまずいぞと、このままだと私が思っているセクシー田中さんの結末と違うものを書かれてしまうと。まあ芦原先生はセスナを運転してたとしましょうか。例えばですよ、芦原先生がセスナ機を運転してたとしましょうか。ブーンって。セスナでサンフランシスコに飛ぼうとしていた。ところがどうもそのセクシー田中さんというこの旅、この飛行機がですね、テレビ局に気に入られてしまった。それで先生、巨大旅客機を用意しました。こちらで行きましょう。って言われてしまうような感じですかね。で一応先生もその旅客機に乗るんですよね。乗るんですよ。旅客機に乗るんだけども、先生が行きたいのはサンフランシスコなんです。だけど旅客機はなんとロサンゼルスに行こうとしている。この感じですかね。いや、ロサンゼルスじゃないんですよ。私も乗客の一人なんですけれども、私はこの飛行機の元を作ったものなんです。この心臓部を作ったのは私なんです。このエンジンを作ったのは私なんです。だから私の意見を聞いてください。私がこの飛行機のエンジンを作った芦原と申します。どうか私の意見を聞いてください。私はサンフランシスコに行きたいんです。ロサンゼルスじゃないんです。ということをスチュワーデスを通してパイロットに行くような感じ。パイロットがテレビ局。このスチュワーデスが小学館。そんな感じですかね。そうすると芦原先生さん、エンジン作った身としてはサンフランシスコに行くための飛行機を作ったのに、エンジンを作ったのに、心臓を作ったのに、この飛行機そのものはロサンゼルスに向かおうとしている。ここで芦原先生が考えるのは、あくまでもエンジン部分はエンジン部分だから、エンジンだけを後で、旅客機がついた後で、まあエンジンだけサンフランシスコにまた持っていけばいいのかっていう考え方と、この
飛行機そのものをサンフランシスコに向けなければならないっていう考え方ですよね。こういう事象が起こっていたんじゃないかなって僕は考えたんですよね。つまり操縦桿をもともと握っていたのは芦原先生だったのだが、いつの間にか巨大な旅客機にそれは成り代わり、そして操縦桿は日本テレビという人たちに握られ、作品の行方が、方向が、着陸地点が自分でコントロールできなくなってしまったっていうもどかしさです。そしてその飛行機が仮にロサンゼルスに着陸してみんなの称賛を受けた場合、芦原先生は一人で その後サンフランシスコに行けばいいんだけれども、サンフランシスコかよって言われるこの屈辱というか悲しさ、サンフランシスコよりロサンゼルスの方がいいよってみんなに言われてしまうこの辛さ、そしてしかもそのパイロットや航空スタッフたちがほらロサンゼルスの方が良かったでしょとか言ってくるかもしれない、この感じ、言っては来ないんだけども多分心の中で思うでしょっていうこの雪辱感というかね、だったらもう自分で操縦桿を握るしかない、要するに機体そのものがハイジャックされてしまったってことですよ。いやほらロサンゼルスの方が良かったって言われるこの恐ろしい未来を考えるならば、いっそ自分で操縦桿を握ってしまおう、私はこの旅客機をセスナしか今まで運転したことはないが、この旅客機をなんとか自分の力で着陸、サンフランシスコに着陸させなければいけない、その時乱気流もあるし着陸が操縦経験がないから着陸がガタガタしてしまうかもしれない、その時に観客からブーイングが来るかもしれないけれども、私はこれをロサンゼルスに、この飛行機がロサンゼルスに行くことだけは我慢できない、サンフランシスコに持っていこう、それが芦原先生に起こっていた事象なんじゃないかなと思うんですよね。だから芦原先生は自分で操縦桿を握ってロサンゼルスに向か、サンフランシスコに向かった、着陸はガタガタしてしまった、非常に、ちょっと不安定な着陸になってしまったかもしれない、乗客からはブーイングが来てしまった、途中まではすごいいいフライトだったのになんか途中でガタガタしちゃったぞ最後の方、どういうことだ、なんだよパイロット操縦桿握ったの原作者なのかよ、ブーイングが来るんですよ、パイロットの方は言うんですよ、いやもう最後なんか原作者が操縦桿握りたいっていうかしょうがなく握らせてあげました、そしたらサンフランシスコ行ってなんかガタ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 皆さんに不快な着陸になってしまいましたみたいな、そんな感じですかね。で1ヶ月悩んで、どうして私が操縦桿を握れなければならなかったのかを説明しなければならなくなった、それがこのブログだったんじゃないかなっていう、なんかすごくねそういう感じを受けますね、という印象を受けます。作品がハイジャックされたって僕が言いたいのはそういうことなんですよね。こういう事象が起こっていたんじゃないかっていう、こんなことをねずっと考えてたんですよ。でこれでなんか少し芦原先生に起こっていたそのストレスとかプレッシャー、どんな無理ゲーを彼女がしなければならなかったのかっていうことがなんかちょっとわかるんじゃないかな。巨大旅客機を自分で無事に着陸させなければならない、自分の目的地に、このプレッシャーってすごかったと思う。漫画の制作を進めながら、半年間そのプロットと向き合って、脚本を自分で加筆し修正し、誰かを通してでないと発言できないというそういうもどかしさの中でそれらのことを行っていた半年間があって、最後には本当に自分で脚本を書かなければならなかった。そしてこの書いた脚本がどうも評判が悪かった。でそしてその最終回がどうしてああいうふうになってしまったのかっていうのをテレビの制作側から言われてしまった。で そこに対して自分で理由を説明しなければならなかった。彼女が生きていたこの半年間というのはそういう半年間だったんだと思うんですね。これは本当に大変なことだったと思います。
半年間もそれだけのことをやっていたら、やはり心理状態は追い込まれるし、鬱にもなっていたかもしれないし、そこで書いた渾身のブログ、そしてそのブログを削除しなければならなくなっていった、その背景が何だったのかはわからないけれども、まあ、僕個人としては彼女自身の意思で削除したというよりもプレッシャーがあったんじゃないかと僕は勝手に推察しているんですが、まあ、どういう経過にしろブログは削除しなければならなかった。皆さんが想像しやすいように、まあ、具体的なイメージをちょっと僕なりに考えたイメージを話してみました。改めて本当に今回の事象は悲しいことだったと思います。そしてあってはいけないことだったと思います。まあ、今後やはりその未完成の作品を、ドラマとかそういうメディア化のスタッフに委ねてしまうということのリスクがこういうことなんじゃないかということで、まあ、今後クリエイターの方々はの参考になればとも思いますし、そこは注意するべきなんではないかと思います。繰り返しになりますけれども、この動画は、誰か個人、脚本家さんとかプロデューサーさんを攻撃するために撮ったものではありません。あくまでも芦原先生に怒っていた、その彼女が感じていたプレッシャーがどういうものなのかを、皆さんと考えたくて撮ったものです。そこのところをご理解くださいますようによろしくお願いいたします。最後にセクシー田中さんのね、僕の好きなセリフがいくつかあって、まあ、これはちょっと重い言葉だなと思ったセリフは一つあるんですけど、人は感情を取り上げられるとどこか壊れていくのよ。こういうセリフがありました。人は感情を取り上げられるとどこか壊れていくのよ。芦原先生の人間性が出てる優しいセリフだなと思ったのは、行きたかった場所に来られた。午後に食べたケーキが美味しかった。初めての国の文化に触れた。好きな色のスカーフを見つけた。一つ一つは些細でもたくさん集めれば生きる理由になるよって。本当にね、できれば生きてほしかったなと思います。本当に残念だなと思います。最後になりましたけれども、芦原先生のご冥福をね、心よりお祈りいたします。今回のこれを最後に、このチャンネルも元の形に戻ろうかなと思っています。本当はあくまでも僕が自分のプライベートなことを喋るだけの動画だった、チャンネルなんですけれども、それでも良ければまた見ていただければ幸いに思います。最後まで見ていただいたことを本当にありがとうございました。またコメントなど、皆さんのご意見などあれば、聞かせていただければ嬉しいです。それではまた、ありがとうございました。